情報紙織り込みチラシフリーペーパーなどさまざまな情報メディアとして活用される印刷物神奈川ビジネスアップトゥーデイト今回は印刷メディアを支える企業産協印刷を特集信頼と挑戦で印刷業界をリードする独自の経営に迫ります。 1949年に平塚で創業し、およそ140名のスタッフが働く三業印刷。併設されている工場では、輪転機と呼ばれる大型の印刷機が24時間体制で稼働しています。三業印刷が手掛ける商業印刷は主に2種類。特に主軸となっているのは、高速で大量に生産できる輪転機を使用し、 新聞の折り込みチラシなどを印刷しているオフセット印刷。そしてショーロットの需要や特殊加工で活用されるデジタル印刷はこれまでになかった金色の表現や透かしといった特殊な加工も実現していますこうした印刷技術のほかに三強印刷が持つ特徴が一貫生産。 敷地内には撮影用のスタジオも設置され企画から制作印刷納品までワンストップのサービスを展開多様なニーズに応えていますそんな三協印刷の経営をリードするのは杉山正社長。神奈川県印刷工業組合の理事長も務める杉山社長に業界から注目を集める独自の取り組みと これからのの時代の印刷業についいて伺います印刷業の技術、はい、というのはちょっと一般的にはですねなかなか分かりづらいところがあると思うんですけれども、はい、まずその印刷業のコアとなる技術とはどういうところにあるのかでまたそれは差としてどういうふうに現れてくるのかということを教えていただきたいんですけど。はい、あの印刷いのは で裾野が広いんですけども、まあ、書籍から商業印刷まで広くその印刷の範囲の中に入ってくるんですけれども当社がやっている商業印刷の分野でいえばお客様の情報をいかに加工して紙面で表現をするかっていうのが一つの印刷としての肝になると思うんですよ。でさえー、差ははどここにに出るかとというう関して言うと設備そのものも 他社さんと同じ設備を使っているんですけども、やっぱ出来上がりに関してはやっぱりそこでスキルともう一つはあの決して間違ったものを印刷してはいけないというまあ、ミスロスの部分とやっぱり納期を絶対に守るということが我々商業印刷の分野での使命だと思っています。あの間違ったものを印刷してしまう。はい っていうのは、ある意味その発注する方たちが間違ったものを送ってしまえば、その通りに印刷してしまいますよね。<の>でも、そこまできちっと責任を持って、取り組まれてるってことなんですか。はい、当社では、あの構成をする人間が、そこに中間に位置してますんで。うんえー、お客様から、例えば間違ったデータが入ってきたとしても、そこでは例えば曜日は間違ってました。 漢字が間違ってましたそういうところはうちの人間が見つけられる範囲の中では全部見つけるんですまあそこがスキルにはなると思うんですね企業としてのそれここで信用信頼を受けられるかどうかというのが企業としての価値になるというふうに考えています 例えばですね、今もうすごくこう印刷業界っていうのは多様になっていて。はい、そのポンとネットで入稿すれば、もう翌日翌翌日には印刷として上がってくるっていう簡易的なものを。はい、まあ、早い安いを売りにしてるところっていうのがありますよね。はい、まあ、そういうような中で、競争力っていう意味では、やっぱりどういうところを上げていくんですか。あの一つはですね、えー、平塚という町に工場を持ってますから。その工場の中で、一から十まで完結できるんですよ。 というなるほどなるほど。なるほどでデータ通りに流すっていうのはほとんどなんですけど1個あるか2個あるかで全然違ってくるんでそこにはやっぱり人を配置してこなければいけないなというのを考えて、うんえー、そこに、えー、役を置いてます。 でもじゃあその平塚という土地の中で印刷会社さんいっぱいあったと思うんですよね。はい、その中であの三強印刷さんがこう抜きん出て成長できてきた理由を挙げるとするならばどういうことが挙げられますか。あの機械的に設備的に当初から比較的大きな機械を入れてたんですよ。チラシをやっていかなきゃいけないというところでいうと、だからある部分チラシというものに特化したっていうのは実態かもしれません。 だそのための設備をこう持ってきたでそれが必然的に大型化の機会になってきたということであるんじゃないかなチラシっていうのはそのよくこうスーパーとかのチラシが入ってますよね、はい、そういうものですかそうですあの基本的に新聞に織り込まれるものがチラシ、はい、で基本的にチラシをうちが扱うようになったということはですね、えー、おそらくあの戦後 平塚が焼け野原の時代に商業都市化してきたんですよねでその中にまあご承知かどうかわからないんですけど、えー、と長崎屋さんだったり梅屋さんだったり十字屋さんが平塚のでいらっしゃるでそのお店が複数のお店が毎月みそにバーゲンをやるその時に使ったツールがチラシなんですね。はいえー、でそのチラシを 新聞に織り込むという、まあ、考えのもとに、はい、まあ当社が新聞販売店さんとの話し合いを持ちながらこれを新聞の本体の中に挟んで宅配をしてくださいということを、はい、お願いして回って始まったのが、まあ、歴史的な部分まあパイオニア的なあの位置づけで当社がチラシを扱った。 できたというのは事実だと思いますやはりそこがやっぱり歴史的にもそうですし今後もその部分は当社の基本になるビジネスだというふうに考えています織り込みチラシを主軸に大きな発展を遂げてきた三協印刷近年さらなる革新で業界に大きなインパクトを与えています それが工場の中でも一際大きなこの輪転機。実は世界に一台しかない機械を開発、導入したんです。産協印刷がメーカーと共同開発した世界に一台しかない印刷システム。業界に大きなインパクトを与えたその性能とは。 り込みチラシなどで目にするササイイズズページと、巻きつ折りの仕上げ。従来は印刷から加工まで複数の工程が必要とされてきた仕上げですがこの独自のシステムはそれらを一つのラインで完結するというインラインンラフィニッシュを実現。大量に印刷される織り込みチラシなどにおいて大幅なコストダウンと生産性の向上を可能にしました。 メリットとしてはやはり工程がいらない人間のもかからない人間人件費もかからないそういった部分も当然ございますしやはり処理能力ですよね一番大きいのが処理能力っていうことで1時間3万6000部といった処理能力がございますので通常の加工ですとその何十倍もかかる作業がですね一貫してできてしまうといったことになると思います。 不可能と言われてきた印刷システムに挑戦する経営戦略独自のシステムを開発導入を決めた背景とは世界に1台しかないという電電機を導入されたという、はいはい、これは結構な経営判断だったと思うんですけどもあの基本的には開発導入なんですね。はあ、でこれも一つはお客様のニーズ。はあ で今まで B4 の6ページという形にするにはやっぱ時間とコスト、まあ、時間もコストなんですけど人件費要するに入手とていう手作業が入るんであの手作業が一番コスト高いですよねでその部分をできるだけできるだけじゃない全く使わずに機械的にインラインで6ページができないのっていうことを考え 毎週やられてるフリーペーパーさんとかあと求人誌さんっていうのは、うん、<laughs> 今までは B3 の2つ折りのチラシと B4 のチラシ、うん、ペランのチラシを同時に新聞に折り込んでたんででたすよはい、はい、ところがそれを中に入れちゃえば織、うん、り込み代というコストが半減とは言わないです。うん で極端に言うと、まあ、ザクッとした計算ですけど東海道沿線の販売店さんでおそらく中に入れることによって1枚あたり2円違うんですよ今までは B3 のチラシと B4 のチラシを2回織り込んでたんですね作業としては。うんうん、ところが1回で済むんですよ。でそれが1枚当たり2円違うってことは10万枚で20万違うんですよ。<laughs> かなり違いますね。もう絶対違うんですよ。えー、そのシステムもよく社長が考えたんです。いや、自分が考えたっていうか <laughs>、えー、設計はメーカーさんなんですけど、こういうことできないのっていう投げかけの中で、まあメーカーさんが頑張ってくれて、えー、あ、これならできますねっていう話になったわけですよ。わあ、なんかいい話ですね。非常にクリエイティブですよね、まあ。そうですね。だからそれはやっぱりあくまでもニーズですよね。うん、我々がこういうものを作りましたから使ってくださいっていうよりは、お客様がお困りごとで。うん こういうのできないのかなっていうのは先何回も言うようにそのお客様に求められているものを当社があの加工していくということが今ですね杉山社長は神奈川県印刷工業組合の理事長もされているんですよね。はいはい これあのやっぱり印刷業界全体を見渡してね現状どんな感じですか。現状はですねえっ、ー、と組合員数からすると約百九十社の加盟をいただいてます。うん、<で>それはどういう増減はどんな感じですか。やはり減少で一番神奈川としてのお減少の原因っていうのはやっぱ後継者不足が大きな理由でまあ減少はしてます。ところがそこに何とか歯止めをかけたいなということで。 やはり企業の価値を高めようと、印刷会社としての企業の価値を高めようということで、お客様から預かった情報をやっぱり漏洩するということはありえないんですね。はい、で、印刷業というのはまずそこが入り口なんですよ。で、そのために神奈川県は独自にですね、印刷工業組合としてあの横浜市大の CSR センターの影山教授に監修をしていただいて情報セキュリティシステムっていうのを作っていただいてそれを企業の組合員の皆さんにその取得していただくように今運動をしてますでこれはやっぱりその会社があの印刷業を営む以上企業としての価値だと思うんですね。それを組合員事業として あのー、今盛んに実行をしています、まあ、後継者という問題はまた別の問題なのかもしれないですけどもっともっと若い人が印刷業というものに魅力を感じていただけるようにそれもプラスをして組合活動を今やらしてていいただいてます今湘南で話題を集めているポータルサイト「湘南ナビ」。 ユーザーの口コミがあった施設やお店だけを掲載。湘南エリアでおよそ2000件の情報が集まっています。月に1回発行されるフリーペーパーと連動しながら、身近な地域情報を伝えているメディア、湘南ナビ。実は、サイトの運営から特集の企画、取材のアポイント、撮影や編集などを三協印刷が手かけているんです。 今私もです、ね、湘南に住んで平塚に住んでるんですけど平塚に住んでてもです、ね、私の知らないお店っていうのがたくさんありましてその地域に住んでる方からの口コミをいただいて取材に伺っているのでディープなです、ね、お店がたくさんです、ね、知れますね私自身もあのあこういうお店があったんだっていうことで、はい知ることが多いです。 地元湘南をもっと元気にしたいと1年前からスタートした湘南ナビ口コミを重視し地元ならではのネットワークを生かすため担当者の多くは湘南在住の女性スタッフさらにこの湘南ナビの存在は会社にとっても別のメリットがあるそうです私自身もですね2年前に結婚して その後出産を経てですねあの湘南ナビにですね復帰させていただいたんですけどはいあの働いてる方も主婦が多いのでそのあの子どものことですとかそういったことも理解をしていただいてますしとてもあの働きやすすいですね多様な働き方もサポートしながら新たなマーケット獲得にもつながる地域メディアの運営今後の展開と産業印刷が目指す 未来の姿とは、あのこの湘南ナビっていうのを、はい、まあ展開されているということなんですけれども、これをやろうと思ったきっかけはどういうものだったんですか。はい、はい。一番の考え方は湘南という地域がやっぱり元気になってほしいんですよ。企業さんとかまあ当然その工業的な施設も載ってますんで。 より人に見てもらって、人が来てもらう場所にしたいと。はい、で、そういう意味での口コミサイトを立ち上げさせていただいたんですね。はい、で、やはり、あの、地元っていうか、その、まあ、その場所で、えっ、ー、と、企業として。ビジネスをさせてもらっている以上、やっぱり地元が元気じゃないと。仕事って生まれてこないという考え方で。紙以外で何かないかなということを考えたときに。 やっぱり口コミサイトを一つ頭に入れて、展開をさせてもらってます。それ単にその地域紹介サイトだけではなく、そこに口コミをのっけいっていて。はい、あの、はい、まあ市民の方たちに参加してもらうっていう形を取ったのは、なんでだったんですか。やはりより地域密着ということですよね。うん、で口コミをされるっていうことは、必ずそこにお店行ってる方なんですよ。で。 感想を持たれてる方なんですねでその方の口コミを頂い,いた時にうちの営業のスタッフがそのお店の方のところに直接お伺いをして「こういう口コミが入りました」と「ぜひお,お店もしくは施設をご紹介したいんだけどいかがですか?」っていう交渉を直接やるんですよ。で必ず行って帰って行って帰ってというその動きを全部やってるんですよ一軒一軒。 手間かけまあそれがちょっとあれなんですけどでもそれをやんなきゃダメだと、うん、で信頼が置いてもらえないサイトになっちゃうよということで、うん、確実に全部一件一件回ってますでもスタッフの方もじゃあ頑張りますねそれ一件一件きちっと根気よく回って、ね、情報来るのもあって、はい、できちんとこれそれを編集して差し上げてサイトにするわけですよね。はい、あの特にあの、まあ、女性の方が多いですけど、うん まあ、ほ,ほぼ女性なんですけどやはりその子育てが一度なくした方、はい、もしくはまあ保育所へ通ってるがいらっしゃるお子さんがいらっしゃる方とかって年齢的には20代後半から4050ぐらいまでの女性が中心なんですけど、まあ、そういうなんだろうなああ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 あいああいああとああ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 その。その 仕事に場にはなっていくのかなというふうに自分としては思ってますね三業印刷がこれから目指していく、はい、未来の姿というのはどういうものになりますか社員の子供たちが入社してくれるような会社 <laughs> これがね自分としては夢なんですね やっぱりその先ほども継承がいないっていう話をさせていただいたんですけどやっぱり印刷って魅力があると思ってるんですよ自分は今後も含めて。やり方をいろいろ考えていければねやっぱり印刷って残るし印刷をしていくことがその世の中のいろんな意味での,あのためになるだろうなというふうに思ってるんで印刷業というものをより残していくためにはきちっと継承ができる形にしなきゃいけない。 だから究極社員の人たちの子どもたちが入社できるような会社にいずれ姿としてはなりたいなっていうのが印刷業という不協、まあ、産業、まあ、廃業が増えているというお話だったんですけれどもそのような環境の中で 後継者不足に歯止めをかけるのだとそのために会社の価値、まあ、印刷業の価値を上げていくんだという、まあ、こういう戦う姿勢をですね杉山社長を見せてくれたわけですけれども、まあ、こういう戦う姿勢こそがですね中小企業の経営者には必要なもうなくてはならないものだなというふうに感じさせてくれました。であとととてもも印象にに残ったののは情報というう対する向き合う姿勢が まあ素晴らしいなと感じたわけですで間違ったものを載せてはいけないんだという緊張感で正しい情報に対するこだわりがまあ,あったわけですでさらに信憑性の高い情報を載せるためには時間も手間もいとわないんだというね。 まあこういうものはともすれば今失われつつある価値観なんですけれども本当はすごく大事なことでジャーナリストとしても,ですねもうそういう話を聞いて背筋を伸びる思いでもありましたしまあさすが地域の中で信頼を勝ち得て勝ち残ってきた生き残ってきた印刷会社だなとああそういうものなんだなというふうに話を聞いていて腑に落ちたまあそんな思いでした。